緑島東大ゆず湖集落遺跡緑東京は太平洋に浮かぶ当初により構成され台湾台東圏に属する里である。台東圏緑東京に属する緑島は安山岩で形成された火山島であり、かつては日滝島と呼ばれていた。1987年まで政治犯収容所があったことでも知られる。 珊瑚礁に囲まれた島であり、下記台湾を代表する観光地の一つである。緑島は太平洋に浮かぶ四角形の形状をした火山島であり、全島の60%が丘陵地帯、または山地で構成されている。最高点は日滝山であり、阿鼻山と並び島の中央部に位置している。自然は台湾の典型的な熱帯雨林とサン礁により構成され、 ユーラシア大陸と南洋群島の生物区形が交差する地点であり、独特の生態系が構成されている。緑島に漢人が移住する以前約2000年前の新石器時代末期にはすでに人が住んでいたことが確認されている。島内の遺跡からは大量の石器、石も移り、島片、石符などが出土し、同時の生活をうかがい知ることができる。日本の人類学者、 カノタダオによれば、有志以前の緑島の住民と、台湾東海岸のアミ族、プユマ族、クバラン族、ケタガラン族とは密接な交流があったとされる。異物と、各族の文物、そして各族の伝承を総合し、北木島の北部は、仮想湾、南部は守るから、晴天時には眺望することが可能であり、アビ族、避難族と北木島には交流があり、一部は、 北極島に移住したと考えられ、また、台湾北部に居住するメラン族、ガイタチ、カクラン族にも、北極島より祖先が移住したとの伝承が残っている、ことを明らかにしている。考古学の専門家である国立台湾大学の総文は、緑島の対岸に居住している台東地区の避難族自身には、緑島との関連を示す伝承は残っていないが、一部の部族は、 緑島と関係する採取を継承していると述べている。緑島の有種以前の遺跡としては、ゆずここ、両浅水地、大白い佐後、南漁などの地で確認されている。発掘調査により、石器、培器、陶器及び人骨が発掘されている。特にゆずここ遺跡は遺物が豊富であり、最も詳細に調査が行われた。総文氏は、 琉球用緑島的姉妹文化の結びの中で、有史以前の緑島はフィリピンから台湾東海岸に移住する諸民族の移動の中継地点であったと述べている。漢人の入植は、資料によれば、新大建流年間から下境発にかけ、小琉球の住民が木材伐採あるいは漁業を目的に、平東県と緑、島間を行き来していた。1803年には、 陳必ず先が俗人34人を率いて、緑島に入植し、漢人が緑島に移住した最初の記録となっている。その後は漢人の入植が続き、交換より、西方に開発し、クスノキココ、ユズココ、ダコ南方に向かって開発し、芝口、中漁、南漁などの集落が次第に形成されていった。同行年間には、草山穂、入リコ カメワンなどの開発も行われ、全島にわたって開発が行われた。台湾文化史によると、清喜び年間に漁に出た小流休郷の総括会、他30名が漂流し、久しく無人であった日滝島に到着、ここをカリアドに定め、親戚縁者を小流休より呼び寄せ集落を形成したとされる。日本統治時代には、 一般に適用されていた台湾休民救助規則があったが仕事や住居が定まらない流入民等にに開国し行場を改めない場合は強制定住地または不労者収容所での労役が課されるとした台湾不労者取締り規則が台湾総督府より交付された。1912年8月に台湾で2つ目となる収益地として日滝島に 台東日滝島不老者収容所が設置されたが、1920年に行政の取締りが立地的に行き届かないとの自由で廃止となり、同年10月1日に行政事務を取り扱う役場が台東町日滝島区南寮に設置された。この間の1914年5月5日に台東郵便局日滝島郵便発出所が設置され、島で 初めての郵便事業が開始された。また、1931年7月から日滝、島漁業組合の漁業無線局が運営開始され、日滝島東大が1939年7月に点灯開始したことなどから、漁船等を含む海上交通の利便性が向上した。元来は日滝島と称されていたが、1949年5月21日に、 緑島と解消された。戦後は台湾国民政府による白色テロと呼ばれる恐怖政治家で戒厳令が敷かれ、緑島には政治犯収容を目的とした教育施設と監獄が置かれ、一般市民の渡航は制限された。設置された2つの施設のうち一つは思想改造及び再教育を目的とした。 新生訓道どころで1951年から1965年まで設置されていた。また、最盛期に収容人数が2000人に上ったとも言われる監獄、緑州三宗国防部緑島菅訓監獄は1972年から1987年まで設置された。1980年に戒厳令が解除されると、 台湾でのレジャーブームにより緑島への観光客が増加しつつあり、観光業を中心とした発展を見て、現在に至っている。新生訓道どころと緑州三層国母部緑島観訓監獄を含む区域が緑島人権文化園区に整備され、2003年に人権記念公園が設置されている。台湾や中国では緑島商屋局という局でも知られている。 緑島は飛行機で緑島空港に来て訪れることができる。台東市の台東空港からの所要時間は15分である。また250人以上が乗れるフェリーを使って南両漁港に来て上陸することもできる。台東市の富岡漁港からの所要時間は約50分である。緑島自行ぐ朝日温泉。ありがとうございます。